その会社の営業部には外回りの時間中に人知れず密かに甘味巡りに精を出す男がいるという。本日から吉兆出版営業部で働くことになりました、雨谷勘太郎と申します。甘い太郎と書いて勘太郎と読みます。いざ甘味の園へ。何百何千という甘味の名店がひしめくスイーツシティ東京。あなたのことを思うだけで私はどうにかなりそうだ。私の興味はただ甘味のみ。ならばシャニムにやるだけだ。サボリーマン勘太郎。